で今年で50年を迎えたこの KTN なんですけれども、実は長崎で誕生して50歳を迎えているものすごい有名人お二方いらっしゃるんです。今出てますよね。そう、それがあの福山さん、はい、そして芥川賞作家の吉田秀樹さんなんです。もう50歳なんですね。お二人とも50歳ですから、 KTN とある種同い年、もしかして、もしかして。そんな50歳の長崎出身の人と関わりがあるという方のところに今日は中継に行っているんですよね。そろそろちょっとクロちゃんがついたのか、ついているようですよね。クロちゃん、どうですかそちらは。はいはい、私たちですね、長崎市梶屋町に来ました。クロちゃん、車から降りましょう。降りんの？はい、それ大丈夫ですか？いや、めっちゃ寒いんだけど。まだ早くないさすがに寒いですね。そうだ、リゾートだと室内だと思ってたから、はい、スタジオだと思ってたから、ここから歩いた先なんですよ。行きましょう。クロちゃん、これから何するかって聞いてます？事前に。いや、聞いてないよ。だからいやいや、だってだから外出てくるなんて思ってなかったし。ああ、そうですか。これから、まあ、室内には行きますん で、はいはい、でこれから行くところですね、はい、実は楽器店なんですよ。楽器？楽器店。はい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 、あの今年 KTN と同じ50歳を迎える長崎市出身の超大物アーティストとゆかりのある場所なんですよ。え、誰？わかります？え、わかんない。もう絶対知ってる方ですよ。もう超有名。超有名。長崎出身の人？長崎出身。え、誰？長崎といえばっていうあの方です。うん、もうアンちゃんっていう。これはね、わかりますよ僕。え、お、え、ま、どうなのか、まあわかんない。とりあえずあそこにね、リポーター2人いますんで、ちょっと合流しましょう。リポーターなの？アンちゃん、わかんない。お待ちしておりましたよ。テンション高いね、本当に。いや、本当にハクハクして待ってました。こちらが創業60年の原楽器店なんですけれども、はいはい、もうですね、長崎の中高年の皆さんにはおなじみの場所で、もう青春ここで過ごしたって方本当に多くいらっしゃるんですよ。で、はい、ほら楽器がいろいろ並んでるじゃないですか。いや、すごい釣り上げられたりとかね。楽器店としてだけではなく、はい、奥にはライブホールもあったりするんですよ。え、なあ、そこで演奏とかできたりするってこと？もちろんなんです。すごいね、こんな街中に。もうこの後クロちゃんはっちゃけてもらいますからね。え、俺がやんの？なんか、え、そうですよ。何をするの？はっちゃけるんですから。いや、でもね、みんなではっちゃけないといけないんだよね。そう、行きましょう。いや、わかんないんだけど、スペシャルの後クロちゃんにスペシャルサプライズです。どこに行くの？これまだ上？そのまま行って。このまま行って。この放送はご覧のスポンサーの提供でお送りいたします。安田大サーカス、クロちゃんと行く、はっちゃけ中継。謎の踊り。展開は知らないけど盛り上げてる。KTN は開局？96でクロちゃんでした。50周年ということで、今日ここからですね、50にちなんだある方が中で控えているんですよね。では、えのきちゃんどこ行ったの？えのきちゃん。えのきちゃんはどこでしょうね。わからないですね。わからないですね。この扉の奥である方が待っているんですが、クロちゃん、改めて聞きます。KT、あの、長崎で、今年50歳になる、超大物アーティストといえば？いや、さっきのヒントで分かった。これきちんと答えていいの？あ、答えもう出てます？出てる出てる。さっき答えとしたらなんか急になんか、はい、先行ってみたいな感じだったから全然聞かなかったから。いいですか？ちー兄ちゃん、あ、ちー兄ちゃんじゃない、マサハル、マサハル。おお。ではクロちゃん、はい、目を閉じてください。え、いいの今日？今から僕が目を開けてくださいって言うまで開けないでください。え、チューしないでよ。それはそれが面白いですけどね。僕の肩に手を持ってください。肩持ってください。ご案内しますね、クロちゃん。はい、あ、いいですよ、こっち持って。はい、どうぞどうぞ。絶対開けないでくださいね。では、行きますよ。君はずっと幸せに。どうでしょうか、聞こえます？聞こえます？これめっちゃ聞こえるよ。何の場面かよくわからない。すごいな。
さあではクロちゃん、はい、目を開けてください。いいの？いや、おじさんじゃん。でもマサールさんじゃないじゃん、絶対じゃん。さあということで、はい、素敵な美声を披露していただいたのは福山雅治さんの声だけそっくりさん、いえいえ、手紙さんです。どうも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 なんかちょっと手握っちゃうけど、どうも、いや、モノマネの人じゃんか。でもすごい似てたでしょ。いや、確かに似てたから、いやいや、会えるのかと思ったら、いや、ちょっと待ってください、ちょっと年上の人じゃないですか。いや、でもね、クロちゃん、私から説明させてください。江上さんなんですけれども、大村市在住で普段は高校の先生をされているんですよ。先生なんだから。そうです、そうなんです。しかもただのモノマネをしている方だけじゃなくて、福山さんとちゃんとゆかりがあるんですよね。はい、3年前の福山雅治さんが主催した歌合戦、福山雅治歌合戦に出させていただいて、全国の中から決勝大会に出させていただいて、福山さんからは、お先生いい声してる。褒めていただきました。雅治さんにも似てますけど、野原慎之介にも似てますね。似てる、似てる、似てる。っていうことで、はい、ちゃんとマシャに認められた方なんですよ。いや、それはすごいですね。すごいですよね。はい、で、普段も音楽の仲間と一緒に、はい、福山さんの曲でライブをされるなど活躍されていまして、はい、今日はお隣にサックスの神山さんも来ていただいてます。ありがとうございます。そしてステージ前にはお仲間の皆さんも来ていただいています。こんなに集まっていただいてありがとうございます。高めですね。いや、江上さん、福山さんに認められた時ってどんな気持ちだったんですか？いや、もう嬉しかったですね。もう先生頑張って長崎で歌ってねって言ってくれたんで、もう頑張ってます。いちいちモノマネするんですよ。福山さんに感じますもんね。ありがとうございます。さあ、クロちゃん、はい、この中継何中継だったかタイトル覚えてます？はっちゃけ中継？その通り、はい、ということでミッションです。じゃん、今年50歳になる福山雅治さん、僕みんなと歌唱熱唱してはっちゃけてー、これをむちゃめちゃめちゃ何で呼ぶんですか？これレアですよね。こいつが違うじゃん、だって。いやいや、大丈夫、今日は福山さんゆかりの人もたくさん呼んでいますから。はい、まだまだゆかりの人を呼んでいきますよ。原垣店の原さん、お願いします。お願いします。軽やかに登場ありがとうございます。私たちが今いるこの場所も福山さんゆかりの場所なんですよね。はい、去年ちょっとうちの父亡くなったんですけど、はい、生きている時に中学高校時代よく来て、1階のスタジオで練習してくれました。ここでですか？はい、で、マサルさんが、はい、あと2階のここでですね、多分ですけど、中学校3年生の時の初めてのコンサートが多分ここだと思います。ここで育ったってこと？そうです。練習して、そうですね、すごい、そこら辺ちょっと濁しますね、今。でも真面目な方なんですね。すごい感じますよね、福山さんを。確かにね、なんかね、降りてきてマジャールのね、アーティストとしての感じをね、やっぱ思いますよね。このセットもそのままなんですよね。はい、セットはですね、まだ壊れてないんで、まだ使ってるんですよ。そのままってこと？そのままです。はい、一応高性能のちっちゃいいいスピーカーは持ってるんですけど、はい、壊れないで使えるんで、ファンの方もですね、うちによく来るんですけど、そのままにしておいてくれという。いやー、だったら、そう、確かにね、雅治さんのファンの人たちはだって、そのね、感じをね、ずっと昔からの感じをやっぱ味わいたいもんね。聖地です、ですから、ここは。ってことはすごいね、ファンの巡礼先なんですね。クロちゃん、そこに立ててるんですよ。ちょっと待って、素晴らしい。俺もモテるの、めっちゃモテる、モテる、モテる。絞り出してくれて、マサールみたいな感じで、モテるの？モテるかもしれないですよね。モテてる、モテてる、ファンの方、モテてる、モテてる、先生。そんな感じなんですか？台湾とか中国の方も、海外から1週間前も北京から来ました。すごいですよね。世界ワールドワイドだ。さあ、クロちゃん、そしてもう一人、今日ゆかりの方お招きしています。こちらお願いします。福山さんと、なんか幼稚園、小学校、中学校まで同級生だった江原さんです。よろしくお願いします。ずっとですよ。何か福山さんのエピソードってありますか？いや、エピソードというよりも、とにかく彼はモテてたなっていう印象はありますね。やはりそうですよね。すごい
ですね、エピソードは今のところないってことでいいですか？ありすぎてってこと？選べないんですよね。クロちゃん、そんな江原さんなんですが、ご職業ケーキ屋さんなんです。はい、お店がこちらです。長崎市の稲佐でパティスリーフェリーチェというお店をされているんですが、もう稲佐山ロールという看板の商品をはじめですね、旬のフルーツを使ったケーキが本当に大人気で、今日はなんとこの中継のために特製のケーキを作ってきていただきました。いいな。そうなんですよ。見たいでしょ。いや、見たい。では原さん、はい、お願いします。おお、50周年なので、50周年とあと稲佐山、福山が絡みで稲佐山のテレビの電波塔まで、ね、すごい、この電波塔もちゃんとありますし、これは素晴らしいですよ ね、 いやね、すごいね、もうなんか匂いが充満してるから食べたいね。クロちゃん、あとでスタジオでみんなでいただきましょうね。いや、先に食べましょうか。もうじゃあ一口だけ、じゃあ最後しょうがないから一口どうぞ。いいよ、いいよ、もういいです、いいです、行きましょう。文句言っても一口だから豪快に、バキッと分かるんですよ、よかった、豪快に行きましょう。すいません、怒りそうだからやめておきますね。じゃあ稲佐山行ってみましょう。やめといた方がいいかな。やっぱり稲佐山、じゃあ一号結構注文多いですね。はいはいはい、クロちゃん私が、はい、どうぞ。一番にゃおよかった。さあ、それでは福山さん、ゆかりの皆さん揃ったところで、今回覚えていますか？福山雅治さん、ぽくみんなで熱唱ですよ。ぽくですね、ポイントは。さあ、皆さん準備はいいですか？クロちゃん、頑張って。それでは、上手に歌えるポイントを江上さん、教えてください。クロちゃんに、とにかくクロちゃん、なりきってね、なりきって、もう自分はかっこいいと思ってるんだと思って歌ってください。よりなりきって、よろしくお願いします。目をつぶって聞いてね。なりきって、じゃあ、持ってるんだぞ。クロちゃんの提案、甘い声で、わかりました。それでは、実際いきましょうか。皆さん、いきますよ。元々高いですね。おいしい。曲は、ハロー、アワン、ツー、スリー。そんなはずはないさ、それはわかってる。25時の電話のベル、土曜日の仕事。こんなはずじゃないさ、それもわかってる。ため息で塗り替えられた週末の予定。プロちゃん、どうする？ガラスの夜空、天狗を追い詰めました。夢数えて眠れない夜、恋が走り出したら、ただ君が止まらない。ハモってるっていう理解でいいの？連れて帰ってくるっていう意味がいいですよね。でも何が何やらって感じでしたけれど、なんか結論としては面白かったですよ。はい、
てくれそうなんですよね。わかりませんが、はい、続いてもクロちゃんのコーナーがありまして、はい、タイトルはっちゃけ応援団ということで、まあ、これも何が何やらとね皆さん思うと思うんですけれども、